どうも、今回は HG シリーズゴジラ9をレビューしてみたいと思います。で、こちらがゴジラ9の表紙となっております。ゴジラ対メカゴジラの、このお二方がメインの表紙となってます。で、ラインナップとしてはゴジラ2000に気流メカゴジラ、はい、で次にゴジラ1974、メカゴジラ1974キングシーサーで、ラストがメカキングギドラ、飛んでるやつですね。はい、まずはゴジラ2002となります。こちらはゴジラ対メカゴジラに出てきたシャクゴジ、シャクユミコだから、シャクユミ、シャクユミじゃねえ、シャクゴジと呼ばれてます。で、この整備例がすごいかっこいいですね。うん、特徴は掴んでる、あまりなんかその指摘するところがあまりないのですが、どこだろうな、まあ、口とか開いてて、口の中もちゃんと塗装されてていい感じですね。うん、あとちょっと改めてクロニクルシリーズもデビューしようと思ってるんで、その時にこれの再販があるんですけれども、ちょっと企画をしてみようかなと思います。すごく特徴をつかんで作成されたガチャガチャだと思います。次が気流メカゴジラですね。これはかなりすごい細かく出来上がっております。このもうボディの一個一個、この細かなところから、もうそうですね、お尻じゃない、この尻尾の背びれ、ギザギザ細かいところまで全て細かく出来上がっております。で、後ろこれこう外れたりして、面白い、これここも外れます、外したりできて面白いですね、これは。うん、でこのこれもちょっとちゃんとブルーのものになってるんで、ちゃんと塗装されてて、いい感じですね、これも。うん、かっこいい。で、顔のこういう赤いところまでちゃんと塗装されてるっていうのはこだわりがありますね、ちゃんと。あとこの文字も書かれてますし、細かい、いい感じですね、これも本当に。こんな感じで表紙の通りゴジラ対メカゴジラを再現できますね、この2体でバシバシバシーンと。次がゴジラ1974です。これはゴジラ対メカゴジラ、1974年のゴジラ対メカゴジラのゴジラとなっております。で、整備例がこの何大きい真ん中のがピョンと出てるだけで、本当にこのサイドの2つは本当にちっちゃいんで、むしろ目立たない感じですね。爪がちょっと黄色っぽいですね。背びれとはちょっと違う色になってます。顔がすごい可愛い。で、これは、別のパーツが腕のパーツがついてまして、ここの右腕が取っ替えられるようになってます。ちょっと右の腕のパーツを変えてみました。なんでここが、中身がメカゴジラのこの腕が出てきちゃってるので、これは偽ゴジラということになりますね。はい、こちらがメカゴジラ1974ですね。はい、ゴジラ4からまた改めて再販されたという、再販じゃないか、全然全くゴジラ4とは違って、大きさもかなり大きくなってますし、クオリティはどうなんだろう、まあ当時のものとだいぶ違うけれども、細かさは変わらず結構鮮明、なんか細かくできてます。で、大きさもいいですし、これはすごいいいバランスですね。うん、他のゴジラ4の時って他の怪獣とのバランスがとっても悪かったんですけども、このメカゴジラはだいぶバランスよく取れて作られておりますね。うん、一個一個の細かさもすごいちゃんと出せてますね、かっこいい。はい、次がこちらキングシーサーになります。こちらも同じくゴジラ対メカゴジラに出てきた、怪獣なんですけれども、すごくこのなんだ鱗みたいなのも再現されてますし、あとこの毛並み、毛のふさふさ具合っていうのも、すごいガチャガチャで、すごいこんなに、再現されてるのすごいなと思います。尻尾のこのそうですね、ふさふさ、お尻のふさふさも可愛いっす。プードル
みたいな。でよく見るとその色の中にこの汚し、なんか黒っぽい汚しみたいのが炭っぽい感じかな、炭っぽい感じですね、入ってて、それもまたあのすごいあのいい感じですね。うん、顔もすごいちゃんと作られてますね。あのソフビのキングシーサーと比べてもこっちの方がだいぶいい、こっちの方が僕は好きですね。3点を並べれば1974年のゴジラ対メカゴジラを再現できます。なのでこうなんかこう並べてディスプレイして見るのをこう3つ並べてディスプレイするといい感じになりますね。ただキングシーサーあんまり役に立ってなかったんでなんかよくわからなかったけど、まあ、ただ出したかったんでしょうね。うん、沖縄なんで。イラストがこちらのメカキングギドラとなっております。でまあどうなんだろう、あの作りはあのすごくあのまたクオリティが上がってますね。うん、だいぶすごい。こんなメカキングギドラ飛んじゃうんだってね、まさか HG シリーズで出てくるとは思ってみませんでした。でですね、これは羽がすごいまた進化を遂げておりまして、こうゴジラ2とかクロニクルとのこのメカキングギドラと比較してもここのこのザラザラ感っていうのはないので、ここはちょっとまた違いが出てると思います。顔の作りもすごく、うん、ちゃんと細かくできてますね。うん、はい、ということで今回は HG シリーズゴジラ9をレビューしてみました。まあ、全体的に言うとまずこのメカ系がすごい多かったシリーズとなっております。ゴジラ対メカゴジラのこの公開された年に販売されたものなので、それとちょっと並行してこの初回のゴジラ対メカゴジラ1974年のシリーズのものを出してきたところはすごく、うん、なんか共通点があったと思います。で、まあメカメカシリーズだけがすごい共通しているのか、メカキングギドラがまた出てきたっていう。うん。別に他の怪獣でもよかったと思うんですけれども、ここでまた出てきたっていうところも、またちょっと意外性をついて面白かったなと思ってます。はい。以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。